県内有数の菊の生産量を誇る南三陸町で。お盆に向けた菊の出荷が最盛期を迎えています。南三陸町志津川の農家、及川博樹さんは。ロジやビニールハウスで、およそ十五種類の菊を栽培しています。今日は朝早くから、仏壇や墓に備える花を選別し、摘み取る作業が行われました。 先月初めの長雨やその後の猛暑で生育が心配されましたが影響は小さく例年通りに育ったとということです。震災からまあ12年13年という月がたってるんですけども、そこでまあ多くの方まあ家族の方まあ亡くしている方もいますのでまあ私たち、そういったところにまあ献花するものをまあせっかく作っているのでまあ皆さんのまあ役立てになればまあいいのかなというふうふに思っております。 菊の出荷の最盛期は今月12日まででおよそ11万本を県内各地や東京に出荷します。